双葉 T7BXR、T7BX、T7XG ソフトウェアバージョン 9.0 へのアップデート方法。双葉 T7BX シリーズのソフトウェアのアップデートが公開されました。早速アップデートを行います。双葉のホームページから最新のソフトウェアをダウンロードします。ホームページ右上のサポートをクリックします。画面中央右側のソフトウェアダウンロードをクリックします。画面中央の概要をクリックします。画面を下に少しスクロールして T7BXR、T7BX、T7XG をクリックします。画面を下にスクロールして最新バージョンのアップデートソフトをクリックします。アップデートソフトがダウンロードされます。ダウンロードしたアップデートソフトは ZIP 圧縮されているので圧縮ファイル内の双葉フォルダをコピーします。コピーしたフォルダをマイクロ SD のルートディレクトリに貼り付けます。マイクロ SD カードをプロポにセットします。プロポのホームボタンを押しながら電源を入れます。プログレスバーが表示されてアップデートが開始されます。アップデートが正常に完了するとコンプリーティッドのメッセージが表示されます。プロポの電源を入れ直します。アップデート後のソフトウェアバージョンを確認します。メニューをタッチします。システムメニューをタッチします。システム情報をタッチします。バージョンを確認します。ダウンロードした最新のソフトウェアバージョンに更新されていれば成功です。以上で完了です。ご視聴ありがとうございました。